彼の力、半分は彼の力、彼の
半分は彼の力、半分は彼の力で、お前、そういうの。肉体的な反射と、こういう何意識的な、こういうのの反射の、集合的にやるとさ、なんかこうね、こう、バーンでこう、なんかさ、こう、なんか、こうやってやると、なんか、なんか、殺人技みたいになっちゃうよね。あんまりやってると怒られちゃうから、よくないんだけど。でもそういうの意識して、やっぱりいつもこう肉体的な反射、肉体的な反射、あと切れないとかつながってるとか、そういう感覚、ソウル感覚と、あと意識的な意識、ここもと一緒に意識使って、どうやって上から下とかさ、ここも使うと、すごく、ここだ、なんか活字になりますよね。おー、もらってるよ。別に触ってるわけじゃないんだけど、この反射を利用してるとかっていう、彼の反応とか、こう、例えば、ぐーって圧力かけて手を伸ばしてやると。こういう圧力をぐーっとここにバーンってかけといて伸ばしたらこうなりますね。それでそういうふうにやると面白いかなと思うんですね。こう出てきてもさ、まあ、バッタリは縮みますよね。必ずだからそういう見えないところでバッタリは必ず縮んで反応してくる。だそういうのを利用してなんかいろいろね、30分までですか？あと30分まで。はい、30分まで。じゃあ、どうしようかな。もう終わらせようとしてますね。なんか忘年会あるらしいから。あ、もう30分まで。30分まで。なんか、どうやったらもらえるんですか？その、相手を。真剣にやることね。中途半端にやったら来ないんですよ。だから本当にやるよって、本当に行くよって行くと、本当に行かないとダメです。だから当て身やりましょうって、当て身例えばこう持ってさ、これ当て身でこう例えばこうやるじゃないですか。これさ、真剣にやらないとさ、全然彼全然動かない。本当に行くよって言うと、この違いがあるわけだから、真剣に本当に行くつもり、こう行くつもりで行くとほらこうなる。でも行かないつもり行ったら全然ダメ。いいですか。だから本当にやるつもりで行かないと。本当に当てみるつもりでやるつもりだけど本当に入れちゃうと問題になっちゃうから、この辺止めといて、それでやるってことで、それ大事だと思います。あとじゃあね、宮本君せっかく来てるから、じゃあ宮本君がなんかやりますから。え？じゃあこうやったらどうしましょうって、そういう話。はい、今の感じもあれしてね、なんか技違うのでやってください。違う技。ああ、そう。おお。今のは若いですね。これね、こういって、そう。で、行ったら彼は下から入ったんだよね。こうやったのね。これほら、気にしないっていう方法もあるし、気にしないで入ってくる方法もあるし。だからバーンって反射もらってない方法もあるし。結構できますよね。あとは、こうね、ちょっと失敗だけど、気にしないで。こう、意識した。この引っ込んじゃったらダメだ。ちょっと失敗ね。まあそういういろいろほら使い方できるから、じゃあこう圧力もらってで緩めてあげて中に入る。なんかそういうそのまま今こう来てこの圧力の反射をもらって来たりしたんですけど、この圧力の反射をもらって、こう回すんですよ。これどこですか？それから、まっすぐ。どうでもいいから。どうでもいいから。で、線をこう、まっすぐね。ホッケー振る、意識。ホッケー振って、こっち回ればこうと。こっち回ればこう。ホッケー振ってる。ね、ホッケーをこういう。こっからこう来ても同じことですよね。ここの脇、指を押してください。どう
して回すかと思って正面からこう何しろ横投げだから自由なんだ、どっち投げてもいいよってやったら、ね、そういうつもりでやらないと、同じ方向だけじゃなくていろんなことこう、ね、向こう回るにはここからできないから少し回ってから向こうに向いてしまう、そういう話なんだけど、あと、こっちそのまま出ていくんだったら少しこっちからね力で出ていった方が楽ですよね。向こうへ行くんだったらまずこっちからこっちからこういう方向から取らせていった方が自由、何のためにですか、自由のためにこういうふうにできます。で、これが真正面、じゃあ、どうお願いしますか。今、どうやってやったんですか。これ、右投げ、もらいますよね。もらいましょう。こんなやり方があって、反射をもらって、そのままこのこういう反射をもらってずーっと落としてくるようにします。だからこの上がったところに上げながら上げてる隙に僕は後ろもらって、で、こう待ってまたこう見せといて、こっちのことはやる、いろいろありますよね。まあ、これ基本だから、まあ、いろんなやり方やってみましょう。あとは切って自分が伸びちゃって、いろいろ抜かしておく、さっきやったけど下から行けば上から行けば、あとは向こう出して向こう出して、まあ、ちょっと全然腰が回って上下やるとこういう方向とこっちから来てこういう方向と違うだけ、こうやってるのは同じ、こうやってるのはこうやってる、一挙だから、そうだったらこう、こっち側にこう入ってるね、回転が四方投げとちょっと違う、で、こういう方向、こっちからこう回転だけ違う形式がいいと思います。で、こうして、こっち来たら、こっちから来たらいいと思う。そういうことが、こうします。うん。
まよくなって手が先行しない出せないで先行っちゃうと打たせてで前まっすぐ上がってそういういろんな要素があるからいろんな要素はできない全部は無理かもしれないけどなるべく要素いろいろいろんな要素あるからそれをいつも考えてできる限り要素を増やす自分の考えてる要素っていうか感じてる要素っていうかセンサーの要素っていうかこう触ってる要素とかいろいろ注意しなきゃ曲がらないとかいろいろありますよねぶつけないとかつながってるとかいろんな要素があってそれをどこまでできるか人によって全部違いますから分かりませんけどなるべくそこはねいろんなたくさんの要素を一度にできるように平行運用できるようにっていうかなそういうことを考えながらやってほしいんですよねでそれ考えてないとねいくら結構やってもねあんまりね次は何の要素を付加してやっていこうかとかねいつも考えながらやった方が上達早いと思うまあ、いろいろ反射だとか重心だとかなんだしいろんな要素ありますけど出せるだとかこれは本当は終わりでなんだけど相手のこういうなんか形がいろいろあるんですよで重心もらってまっすぐ重心もらってる感じちゃんとで姿勢いいかなとかまあいろんな要素でそれをたくさん考えながらやる